日本の小型船舶免許証などが落ちていたということですくなしり島の病院に安置されていた2人の遺体日本側から DNA のサンプルが送られ鑑定が進められていましたが昨日ロシア側からカズワンに乗っていた2人とデータが一致したと連絡がありました関係者によりますと DNA が一致したのは広範囲の曽山明さんと 乗客だった北見市の20代の女性だということです現在遺体の引き渡し方法について調整が進められていてロシアメディアなどによりますと近く結論が出るということです引き渡し後に日本でも dna 鑑定が行われる予定です